スバルリアビークルディテクション。車体後部に内蔵されたレーダーセンサーによって自社の後方から接近する車両を常に監視。ドアミラーのインジケーターや警報音でドライバーに注意を促し、安全運転をアシストします。3つの機能の1つ、視覚車両検知では、ドアミラーからは見えにくい場所にいる車両を検知し、インジケーターの点灯によってお知らせ。またその状態で自社が車線変更しようとした場合、点滅によって注意を促します。車線変更支援では、隣車線の後方から高速で近づいてくる車両を検知してお知らせ。自社が車線変更しようとした場合、インジケーターを点滅させて注意を促します。後退時支援では、駐車場などから後退する場合、自社の高速方から接近する車両を検知し、インジケーターの点滅と警報音でドライバーにお知らせします。ハイビームアシスト。フロントウィンドウ内側に取り付けられたカメラが前方の光を検知。時速約 30km 以上で夜間走行しているとき、前方に車両がいない場合はハイビームで走行。対向車や先行車を検知した場合は自動的にロービームに切り替えます。これによりライト切り替え操作の煩わしさを軽減し、ハイビームの使用頻度を高めることで、より明るく安全な夜間視界を確保します。また周囲の光や後続車のライトの眩しさを自動的に軽減する自動防眩ミラーも装備しています。フロントビューモニター。狭い駐車場や見通しの悪い交差点など、運転席からは前の様子が見えにくいシーンで役立つ機能です。フロントグリルに装着されたカメラの映像をディスプレイに表示。ドライバーの安全確認をサポートし、衝突事故防止に貢献します。サイドビューモニター。幅寄せ駐車やすれ違いなど、助手席側前方の様子が気になるシーンで、助手席側ドアミラーに装着されたカメラの映像をディスプレイに表示。視覚を減らし安心感を深めます。